スコット・ホロウィッツはペンシルベニア州フィラデルフィア出身のアメリカ合衆国の宇宙飛行士で4度のスペースシャトルのミッションを経験した。1974年から1978年までカリフォルニア州立大学のオスリー事校で工学を学び、1982年にジョージア工科大学で航空工学の博士号を取得した。その後、 ロッキード社で研究員として働いた。エンブリーリドル航空大学や後に、カリフォルニア州立大学フレーズの校で航空機の設計や推進について指導しながら、アメリカ空軍で T-38F-15 を操縦した。1990年12月には、アメリカ空軍テストパイロット学校を卒業した。ホロウィッツは1992年に、 アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士の候補に選ばれ、1996年の STS-75、1997年の STS-82、2000年の STS-101、2001年の STS-105 と4度のミッションに参加した。ホロウィッツは2004年10月にアメリカ空軍とアメリカ航空宇宙局を辞めたが、2005年9月に 次の10年にアメリカ人を再び月に送るためのエクスプロレーションシステムズミッションダークターットの副長官として NASA に戻ってきた。NASA から離れている間、ホロウィッツはスペースシャトル固体燃料補助ロケットの製造者である ATK ランチシステムズグループの専務を務めていた。ここで彼は固体燃料ロケットのみを用いる新しいタイプの打ち上げ機を開発した。彼の構想は NASA のビジョンフォー・スペースエクスプロレーションを実現するハードウェアの開発にとって不可欠なものだった。NASA 長官のミハエル・グリフィンはホロウィッツを副長官として再び NASA に迎え入れ、彼はハードウェアの開発に専念することになった。2007年7月11日、ホロウィッツは10月1日に NASA を引退すると発表した。ホロウィッツは NASA が人を火星に送り、 最終的には、高級的に滞在させる計画を指示している。彼は、火星協会の運営委員でもある。彼が船長としてミッションに当たっているとき、彼は火星協会の火星の旗をペイロードに持ち込んでいた。彼は後に火星協会の会合で、スペースシャトルに持ち込んだ火星の旗をロバートズブリンに贈呈している。ありがとうございます。